皆さん、こんにちは、モノモースです。今日は自民党の重要な人事に関するニュースについてお話しします。石橋ヘル総裁のもとで行われた新たな党役員人事についてです。特に話題となっているのは高市早苗氏と小林隆之氏の動きについてですね。この記事によると、高市氏は総務会長の打診を誇示し、小林仕事を広報本部長のオファーを断ったようです。この背景にはどのような意図があるのでしょうか今回は、この二人の行動が与える影響について深掘りしていきます。まず、このような行為のポストを辞退することが いかに異例であるかを理解していただきたいと思いますこれは一部の指揮者から反乱予備軍とも言われるような大変な動きです後藤健次氏によると高市氏は党内野党という言葉を使った点にも注目が集まっていますこれは一氏の宣戦布告とも受け取れる発言であり一氏は総裁にとっては警戒すべきサインとなっているようですここで私の主張をお伝えいたします私の見解では高市氏や小林氏の行動は単なる職務拒否ではなく長期的な政治戦略の一環だと考えられます特に小林氏は次の 総裁選を見据えていいるるる可能性ががありますすこののの背景にには現政政権権対する不満や期政権への期待が絡んでいるのでしょうさて、具体例を挙げてみますと、高市氏や小林氏が重視するのは、自分たちの信念やポリシーを曲げずに、一貫した政治姿勢を貫くことです。例えば、小林氏は早くから総裁選に立候補して注目を集めましたが、それは信念に基づいた行動だったと思います。今後の総裁選に向けて、事故のポリシーを大切にすることは重要です。ただし、反応も考慮する必要があります。多くの方が指摘し しているように、このような重要ポストを誇示することは、将来的な加工を残す可能性があります。特に自民党の文化においては、断ることが評価を下げる要因になるかもしれません。そうしたリスクを考慮に入れつつも、彼らの行動がどのような結果をもたらすのか注視していきたいと思います。結論として、高市氏と小林氏の孤児は単なる職務不履行ではなく、深い戦略的な意図が含まれていると考えます。これは今後の政局にどのような影響を与えるのか、引き続き注目していきましょう。皆さんもぜひ意見や考え。を コメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。今回の動画が参考になったら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回お会いしましょう。